吉井あさみの工場見学。今日はここ丸岡工業株式会社に来ています。それでは社長の案内で木枠作りの工程を見学したいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。行きましょう。すいません。そしたら木枠を生産するラインの入り口です。白い箱の中の機械が二次元に材料を削ってくれる機械で、さらに、8つぐらい刃物がついている機械で、こっちが B っていうラインで、向こうが A っていうライン。サイズによって、使い分けをしたり、あと、ぐるっと周りを削るラインと、大きなサイズだと真ん中に入る、機械棒を削るラインと、兼用しているので、入り口は2つ、出口は3つになってます。なるほど。こういう真四角の材料を入れているんですけど、18mm の38mm で、仕上がりが 16.5mm の 36.5mm。 だから 1mm、1.5 ずつこう周りを 0.75、0.75、0.75、0.75 削って向こうに出てくるんだよね。ちょっと曲がってただけでも問題が発生することは分かりますよね、想像すれば。なるほど。削られた状態ね。周り傾斜が取られていて、厚みが 16.5 の幅が 36.5、 ぐるんとこう削られて出てきてる。この速度ですごい面白い。うどん粉みたいな、なんか可愛いですね。可愛いかどうかはちょっとわかんないけど。ここで方向転換をして、今度はこう横からの、まず長さを切って切り込みを入れて、木枠のこういう組み手になるように、今ここの次の機械で加工しているところ。これが今 B っていう出口。だから、いろいろやりたいものによって、向こうには C の出口っていうのもあるし、こっちには A から入って、A の出口。ああ、なるほど。だいたい今日朝から3000本流してるんだけど、2、3時ぐらいには終わるかな。3時ぐらいに終わって、なんていうの、こう、木枠の長い方と短い方とあって、今長い方3000流して、短い方3000流して。お疲れ様です。失礼します。ちょっとサイズは違うけど、こういう状態だよね。あ、これは見覚えがあります。見覚えがありますか。見覚えがある形です。これは
60号の長手で、これから穴を開ける寸法。で、M40 の、ま、M40 にも使うし、T、これなんだろうこれ。T90 です。このサイズないね。なんかちょっとこれよくわかんないけど、これは F60 号の長手。T-F8 に近づきたいので、 T っていうのはハリキャンバスで使う材料が B、 F8 号サイズの短手。だからこれ長手と短手とカードを2台持ってって、はい、向こうでハリキャンでお返しのところで組む。よく見えないと思うけど、このカバーの中に刃物がこう二段重ねで入ってて、はい、それでこういってんの。こうフォークが繋がってるところに刃物があるから、ああ1本目はここ。長さこれだけ余裕があるわけよ。これだけの長さしかないの、端っこ切って規約の長さにして、これだけね、ああ両方切っといてから組み込んでる。5個ずつ一遍に。分かった？そうそう、ここね。ここ並べて押さえて流して切って、あそこで、これに切れ込みを入れて、ここも切れ込み入って、すごい。で、最後にこれでこうやって落ちてるじゃない。そうするとここが今突破じゃない、はい、ここも、はい、ここもね、これをそこで丸くしてるの。へぇー。で、ララさん、一個削ったの見てて。ありがとう。ここ丸が取れてるの分かるじゃない。あ、本当だ。ここの方、あ、本当だ。キュアコイって組んだ時にここが角になるじゃん。はい。2つ両方来ると、ここが丸くなるように。へぇー。こんな破っちゃうじゃん、ここ角。90度出てるじゃん。はい。なんで、ここの丸を取ってるわけです。はい、ありがとう。で、ここ長いやつ。で、さっきみたいに小さなタイプには、こう、タンっていう、スタボー入んないんだけど、はい、大きなタイプには、スタボーが入るので、あ、この穴で、この穴を開ける台。
ってるか分かんないけど。分かんないです。あそこで流れてるじゃん、材料が。はい。そうそう、ストッパーが降りて、はい、今流れてったでしょ。ストッパーが降りて材料がぶつかって止まるでしょ。押さえて、まあ、見えないけど、こっち側から刃物って言って、こういう刃物とこういう刃物で四角い穴を開けてる。ああ。これなんで2本あるかっていうと、はい、こっち側は無印で、はい、向こう側は野球を押さないとダメじゃん。はい。だからこっちから行ったのとこっちから行ったの、こんな授業だけ流して、こんな授業だけハンコがついたのが向こうで出てくるやん。ああ。本当はここに夜勤があって、あ、これ夜勤ついてくれるみたいなんだけど、今ついてない。両方ともなって作っています。まずはこの部品同士を、これは何号なんだろうな、今 F30 号、F30 号の虹掛けと F30 号の長瀬、あと3、これを組み合わせてセットにして、30号は2本平行算だから漢字の目みたいな感じ。あ、なんでお屋敷が2本、長瀬2本、3が2本、虹掛けが2本で1セットっていう、これで最終検品をして、これで接続をして出荷する。まあ、今日あの検品のところ、接続のところ人がいないから回ってないけど、ここはここだけはアナログに人間の目で検品をしたり調整をしたりっていうところ。一応ラインアウトして結束を待つ材料が出過ぎだったり、あと他の材料、値段によって3種類ぐらい仕分けの種類があるので、その部品がここに収められていて、で必要なものを持ってきてここでペアにする。で最終点検して、はい、補修をして結束をして作ったです。こんなに工程があるって初めて知りました。もうそう、うん、でも今男性が1人、山さんって工場長が1人 で受けが女の子1人で、パンの加工で1人、うん、だから3人で大体木枠の生産をしてる感じ。すごい。4、6、8号までは二人棒が入んないから、あ、ほとんど二人で終わっちゃう感じだね。そうなんですね。すごい少人数でこれだけたくさんの木枠を。ここが、特別な寸法を製作しているところで、今のラインに、置いてあった機械がこうキュッとなって一通りのことがここでできるようになっている。ここでは作家さんの特別な注文、100ぐらいのサイズとか、あとこれフローティング木枠って言って厚みが3センチ6ミリある木枠とか、あ、この辺も特別な寸法だ。あとここフローティング、ここもフローティング、F100 号、40号2本、これ岩隈さんのやつだ。ここに F120 号2本、F40 号2本、
合ってます、これ岩隈さんのやつだったり、あと F150 号のフローティング、フローティングの特別な寸法。これは私が来週全部布貼らなきゃいけないやつ。ハリキャンバスにして出荷する。です。はい。すごいわけわかんなくなっちゃいそうですね。まあね。こんなたくさんの量を。1ミリずつ違うからね。岡安くん、今日枠組んでる？お疲れ様です。失礼します。終わっちゃった。終わっちゃってるね。お疲れ様です。でも枠を組むのは終わっちゃってるみたいですね。もう組んだ枠だけだな。この前組みました。本当？あの組んで締めるところまで。一応なんだろう、まあ少なくても300とか、多いと3000とかっていう。になってくるので、手で組んでるとちょっと時間がね、なんで組み木も機械で、でハンコをしながら組んでくれて、で最終的に人間が締め込む機械で直角を出すということで、ここは今パネルの枠でベニヤを貼り待ちになってる枠になりますけど、これがあのベニヤじゃなくてキャンバスを貼る木枠になったり、ここの工場はその締め組締めの兼用のライン、パネルも貼りキャンバスも両方とも。で枠の用意ができたらここ積んでいただいて、で糊付け機プレスっていう順番で、あのベニヤを乗せて、まあ、この上にもちろん糊を塗るんだけど、糊を塗って、はい、ベニヤを乗せて、プレス、次の枠を乗せて、またベニヤを乗せてプレスっていう、へー、あれがプレス機、上から重りがかかってるけど、ボンドが乾くまでの間、だいたい半日から一昼夜、糊の乾燥時間が終わるまで、はい、途中で乾いてないうちに出すとあのひねくれるので、できるだけ糊が乾燥して固まるまではあの状態でずっと重しをかけておく。さっぱりしたね。さっぱりしたね。はい。枠を組んでるんだって、105の。おお、近藤太郎先輩です。ああ、本当だ。組むところもじゃあ。枠を組んでもらおうか、じゃあ。一応あのベニヤが接しよくする方の面だけ平らに、あのいくら木を使って組んでも、はい、組んでもというか加工しても、はい、木が曲がってたり反ったりしてるとやはり少なからず段地が出るので、その段地を平らにしてからベニヤを張るっていう。ああ、それで今カンナをかけて、そうでカンナをかけて出てるところだけカンナ当ててベニヤが浮かないように。ここへ来るまで神田なんか使ったことなかったでしょ。ああ、俺もそう思う。俺も神田苦手だ。平らに取れないんだよね。ここは人間の手で。そう、ここはもう職業技、職人技だね。
木枠と違ってパネルのサウンドの方が本数が多いから、あ、木枠は1本2本なんだけど、パネルは2本3本の中に突っかい棒が入るんだよね。そうですね、うん、だからより丈夫にベニヤが歪まないように補強材が多く入るんだけど、木枠と違って材料の寸法も違うからちょっと細くなってるんで、本数を増やして。そうか、へえ。はい、よし、ありがとうございました。お邪魔しました。ありがとうございます。